まやねです。かぶどうちゃんです。今日はほっぽ屋さんに来ました。姫路にね、来てから2年経つのかな。ほっぽ屋さんの味を確かめに行きたいと思います。えいえいぽー。312号線沿い、昔太鼓弁当があったところに、2017年10月に濃厚豚骨ラーメンほっぽ屋がオープンしています。めっちゃでっかいメニューが目印なのだ。外にも看板があります。あ、中、お、すごい、でっかい看板があります。すいません、すいません、じゃあ飲めるとお呼びください。いや、片一バリッジになったな。そうなんだ。はい、食卓はこんな感じで、はい、ニンニクはこんな感じです。高菜はこんな感じです。はい、紅生姜もあります。セット辛味ラーメンのセットにしようかな。どれ？チャーハンとか色々。どれ？どれ？どうしたの？チャーハン大のセットしたら。もう大はいらん。いや、大はいらん。いや、大もう絶対無理。残すだけや。中でいいやろ。いや、中でいいでしょ。食べへんのよ。中でいいやん、どうせ。ナミで。はい、ナミで。唐揚げのセット。はい、唐揚げの将来セットでよろしいです。この食上っていうのは、お量のことなんですか？ああ、失礼しました。じゃあ、辛味噌ラーメン。辛さどうしましょう。辛さは、2倍ぐらいでしょうか。2辛でよろしいですか。2辛、2辛ね。2辛波状特上ございます。2辛の波状特上です。2ロールあんのね。言うか、これや。どういうこと、どういうこと。ああ、そういうことか。ほんなら、上にしようかな。上。2辛の上で。上で。チャーハン大のセット。はい、チャーハンセットの大です。いやいや、食べられへんやろ。ちいちです。マジで。麺の硬さは2つとも普通でよろしいですか。博多の方がバリカタで。俺は片面で。はい、2辛の上が片面で。はい、来ました。辛味噌。こちらが博多風豚骨。辛いのも少しついていて。見てください。こんな笑顔になります。来ました。半熟卵がなんと2個も乗ってます。うお。もりもりチャーシュー、ネギにチャーシュー、とろとろのこのスープから出てきた細身の麺がふわっと白い煙の中から出たり入ったり出ました。とろとろのチャーシュー、たまんないですわ。きた、唐揚げ、おいしそう。スパイスもついてます。じゃあ、いただきます。麺をズル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 、いくらでも入っていきます。うおー、素晴らしい。あ、しまった、ご飯を注文してこの中に入れればよかった。はい、はい、チャーハン大盛りですね。チャーハンはこんな感じで、しっとりというよりパラパラとした喉の奥にも入っていきやすいチャーハンとなっています。ご覧ください、美味しそうでしょう。うん、食べた感触はこの通り。うん、いい旨味。美味しすぎて汗が出てます。はい、ごちそうさまです。はい、ということで濃厚ラーメンほっぽ屋さん、ネギ盛り、もやし増量無料、替え玉100円セットあり、麺の硬さが選べる、辛さも選べる、ボックステーブル席あり、個人的には辛味噌ラーメン2辛の上がおすすめです。はい、ということで、はい、ということで